つめてるかって。1回戦セカンドレイスマイリーロナド対ビアンコネロ、最高のピッチコンディションの中、実況金武彦がオープンします。ホームアンダーウェイ方式で勝負を決します。コンチネンタルカップ今スタートしました。左に乗るのは黄色とブルーのユニフォームイスマイリーロナド、フォーメーションは 5-3-2、右から左に攻めるのはピンクのユニフォーム、イタリアのパシャ・ビアンコネロ。監督はサー・ビッグ監督。フォーメーションは 3-5-2。 アベル・メロペ、最近特別な練習を受けていると聞いています。右サイドを使って攻めます。メロペボールを回します。トラップスペースに出す、フェイル、ボールを受けてアタック、トラップ、ダビッツ、ポグバ、ボールを渡します。押さえて奪われる、ヒエンリー、ボールを受けていいタイミングで飛び出した、右足でシュート、ポストに弾かれた。黒の赤いキックの精度に注目です。シュート、ゴーイン。前半32分、新たなる将軍ジダディーン・ジダーン、ゴールに突き刺した。素晴らしいゴールです。前半33分、さあキックオフです。サラドリブル取り返します。さあピルロ、ピルロ、ジディキーパーから、ここで笛が鳴りました。0-1、前半を折り返します。後半戦が始まりました。ビアンコネロ、フェラーラ、いつも大事なところで素晴らしい動きを見せてくれます。おっと、右足でシュート、ゴール、入りました。後半4分、0-2、スタジアムが歓声に包まれます。ジル・フェラーラ、守備を固めます。後半7分、キックオフです。グアナ、ボールを運ぶ、エッサ、ボールはキーパーの手に、セレン、ボールを出します。ボールを受けてカンナバー、さあビアンコネロ、フィールド中央、ジダン、果敢に攻めます。ジダン、ドリブル、ジョーズ、押さえて奪われます。止めて、ボールを受けてシュートです。ラインも終わりました。ピドル、ここぞという場面での得点力は見ものです。ピドル、高いキック精度で注目です。素晴らしいこだわり、トラップ、もう時間がありません。これは及びませんでした。後半31分、ここで動いてきました。ビアンコネロ、さあチャンスを迎える。なんとかクリアします。セオ、抑えて中央からパスを出してきた。ピルロ、セレン、キーパーボールを出します。トラップ、繋がりません。ベルナーラ、パス、ナビス、トラップ、縦、試合終了の合図です。ビアンコネロ、コモンダウェイ、1試合の結果見事勝利しました。